間だったよ。びっくり。今日はちょお団子じゃないかったですが、今からお団子しよう。まあでもあんまお団子見えないけど、お団子見えない。なにこれ、すごい。ハッピーホリデイズ。いやいいですね、ありがとうございます。今日はゆきりんさんのソロツアーを見に行ってきました。イエーイ。行ってまいりましたよ。今日はツアーに行ってきて、すごい素敵でした。なんか素敵でした。なんかすごい、やっぱソロでやれるぐらいってもう相当アイドルじゃないですか。でもゆきりんさん見てやっぱ AKB 入りたいなって思ったので、なんかすごい良かったです、見れて。ですから、ソロライブ一回も見たことなくて、今まで一回も行ったことなかったので、初めて見させていただいたんですけど、実はすごいなんか素敵でした。ハッピーホリデイズかな、クリスマス。なんかすごい、なんかすごいすごかったです。なんかその疲れてたんですけど、ここ最近覚えることとか、なんか多かったから、ちょっと疲れて、こうなんかこれあんま寝れてなかったですけど、で今日めっちゃ寝た後に行ったんですよ、ゆきりんさんのところに。だからそれでなんか普通にもう見てたら、すごい疲れが取れて、ああ見に来なんか行ってよかったなって思いました。ほんとよかったです。元気になりました。疲れが取れました。懐かしい曲もあったし、なんか良かったです。疲れ取れました、本当に。私もうアイドル全開だなって思いました。なんか一発目に出てきた時にツインテールしてきて、なんか可愛かった。でもなんかあの HKT の淵上麻衣さんとタネピー、何マリカタリピーと一緒に見させていただいたんですけど、なんかマイさんと一緒に結構二人で可愛いみたいな、めっちゃ言い合って、でも一番オタクしてたのはタネピーでした。めっちゃペンライトとかコールしてました。スカラとマイさんは結構ガン見して見ちゃって、みたいな、すごいみたいな、なんか声出すっていうよりもスカラとマイさんはゆきりんみたいな、ゆきりんみたいな感じで見てて、すごい可愛かったです。ひたすら可愛かったです。なんかちょっと言い方悪い、なんかちょっとなんか雑な振り付けも可愛かったっていうか、可愛かったっていうか、雑な振り付けっていうのもめちゃくちゃ失礼なんですけど、なんかあの本領発揮せずに踊ってる、なんか本気じゃない踊りっていうんですか、なんて言うんですか、全力じゃない踊りって言うん、なんて言ったらいいんだ、なんかちょっといつもよりは踊らない感じだけど踊ってるみたいなのがちょっと可愛くて可愛かったです。でも見て、なんかああこういうアイドル
になりたかったなって思いました。まあでもあのそう歌がメインじゃないですか、やっぱソロは。そうゆるふわダンスみたいな感じで、なんですごいなんかその感じも可愛かった。わかります、言いたいこと。その感じがまた良くて良かったです。なんか歌声もなんかずっとお綺麗で、なんかよく息持つなって思いました。でもゆきりんさんってちょっと歌い方変わったじゃないですか。どうやって変えたんだろうって気になりますちょっとなんか歌詞飛んじゃうのもまた素敵でしたでもなんかすごいなって思いました。私も頑張ろうってなりました。でもなんかやっぱ前もクマさんとか見た時も思ったけど、なんかソロやっててもなんかすごい楽しそうだなって、一人でも楽しそうだなって思えるのっていいなって思いました。楽しそうでしたね。歌声がいいですよね。声が良かったです。でも本当にこう語彙力がなくて何を言えばいいのか分かんないんですけど、語彙力がなくなりました、うん、なりました。でもまた舞さんと一緒に行きましょうってお話ししたので行きましょう行きましょう。なんで次は舞さんと一緒に行くならソロライブじゃない、ゆきりんさんの卒業コンサートに行きましょうってお話ししたので、また舞さんとも会えるのを楽しみに、ゆきりんさんとも会えるのを楽しみにしてます。いやでも衣装も可愛かったしまあタニピもだけど、やっぱ舞さんがねゆきりんさんのこと好きなので、あのね、はいはい。でも弟菅原はあの一人で行ったんですけど、なんかすごい、はい、でも舞さんとは、まあ、たまにお話しするぐらいで、めっちゃそのフォロー SNS はフォローしてるんですけど、でも公演とか見に行ったりとかで多分ちょくちょくお会いしてるので、そういうのでお話ししたりみたいなって感じです。意外と HKT さんの絡みがあるんで、やっぱタニピーがいるっていうのも大きいんですけど、なんかタニカいつもタニカお世話になってますみたいな感じで2期生の方とかとお話ししたりしなかったりみたいなです。はい。でも今回ゆきりんさんのおかげでまいさんとあの仲良くなれたのでよかったです。 LINE も交換して仲良くなりました。でも本当に顔とかがちっちゃくて、なんかお顔がちっちゃくて可愛くて、ウエストとかも全部細くて、もうご飯食べてってなりましたご飯食べてって、もうなんか可愛くて可愛かったです。キモかったです。なんかもうなんかキモかったです。ひたすら自分がひたすらもうって感じの喋り方でしたって感じです。よかったです、いけて。
てよかったです。でも今日とか寒かったです。帰り道雪降ってて、雪降ってましたよね今日名古屋。急に話が終わるけど、でもすごいゆきりんさん、なんか終わった後も LINE してたんですけど、可愛かったって言ってくださって、いや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 、あなたがいっちゃん可愛いですよあなたがいっちゃん可愛いですよって思いながら、ありがとうございますってなりました。可愛かったです、ほんと。あ、ここ寒かったんですけど、帰り道心が温まりました、 LINE してってなりましたね。はい、おもろいこの顔、うん、まあみんなもそうです。アイドルって好き、素敵ですね。皆さんもきっとこんな気持ちですもんね。ね、ね、また名古屋に来てくださりますように。まあ、はい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 生きるために好きなものを摂取する必要があります。そうですね、です。でもなんかね、良かったですね。昼公演も行きたかったですね。昼はジュリナさんも行ってたみたいなので、もし昼行ってたらジュリナさんとの再会でしたね。昼夜行けばよかったです。でも、もうグッズも売り切れてて、売り切れてましたね。楽しかったです。じゃあ、すがらもいつかソロライブしたときは皆さん来てくださいね。あったら。あったらぜひお待ちしてますね。素敵でした。もうやる気はないんですけど、全然。全然やる気はないんですけど、あったらぜひ。あ、ないですけど。うん、うん、やる、そうだね、やる気あると言った方が良かったですね。すいません。はい、じゃあ本気でやりたくなった時にまた皆さんね伝えますね。いいの、一曲ループしてていいの、そんな嫌でしょ、楽しくないでしょそんな。でもか、なんか体バキバキってどうやったら治るんですかね。
急なんですけど、オキドキは死んじゃうよ。エンドレスオキドキ辛いよ、苦しいよ。マッサージ屋さんに行かなきゃいけないですね。整体そろそろ行かなきゃ、接骨院行かなきゃ。体どんなセトリか楽しみ。やるって言ってないのに早ない？それ、もう楽しみ。別に開催されますとも言ってないのにさ、どんなセトリか楽しみは、もう早すぎだよ。気持ちが違う、早すぎるよ。じゃあみんなだったらスガラの何聞きたいですか？皆さんだったら接骨院は結構行きますね。皆さん何聞きたいですか？確かにここいる前には、じゃあマジソロコンサートするなら、ソロライブするなら、そうですね、やりますね。ここいる前には絶対にここいる前にやりますね。好きなんで いつもやらないような曲、虫歯ら、よかつなします。スカヒロ抱きしめられた奇跡の流星群。まあね、妄想はねいくらでもいいですからね。妄想するの楽しいですからねめっちゃ他人がもうそうするのは楽しいですからね。でもさ、ね、何だろうね。まあここいる前にはどっかに入ってくるんじゃないですか。え、初代サムガリサンタ決定戦現在91位なの。私91位なの。なんかハロウィンのやつ結構上だったのに91位なの。ここ押すと気持ちいい。顔の疲れが、あと6分で、なんかマジでさ早くない？今月もう終わるの早くない？だってもうさ中旬だよ。早くない？めっちゃびっくりしてるんだけど、なんでこんな早いんだろうね。時間怖すぎれるですよ怖すぎですよ。だって今日は何日？今日17でも明日18日でしょ。でも明後日公演ですよ。皆さんお待たせしました、公演ですよ。ファンクラブ限定公演ですよね、19日って。来る人2週間後はカウントダウン、怖い。本当にそれの練習もしてないから練習しなきゃ。18時からなの、初めて知ったんだけど。ねえ、カウントダウンも覚えなきゃ。覚えることいっぱいだよ。やだ。じゃあみんな来れる方は頑張って来てください。外れた方は DMM でお会いしましょう。
衣装展示もあるんだ。初めて知った。知らないこといっぱいなんだけど。やる、なんかあっという間だね。暇だなって思ってたのに、やることいっぱいだなって思ったけど思ったけど、なんかやることいっぱいだな。流しまくる人、なんかいっぱいだね。やること、やることいっぱいだ。あっという間じゃん本当に。みんなあったかい格好してきてね。うわ、やることいっぱいじゃん。覚えなきゃ。やることいっぱいだ。わあね、あ、そうだ、ボートレースも、うん、九州スポーツ、九州スポーツさんもあるんで、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ボートレースの予想をさせていただきました。久々にします。カウントダウン、劇場でもあるんじゃないですか。スマロは出ないけど。復活、なるほど。ぜひ九州スポーツさん。もうちょっとで、最近あったあれこれの宣伝も出てくるのではないでしょうか。そうだね、漫画紹介も TikTok の方で、この漫画がすごいみたいな、あれなんだっけ、合ってる、ちょっと違うかも。 TikTok の方でもいろいろと動画も出てくると思うので、いっぱいありますね。とりあえずいろいろチェックしてくださいってことで、皆さん今日もありがとうございました。また明日から1週間頑張りましょう。応援してます。寒いので皆さん体調にも気をつけてくださいね。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさーい。ね。切れないやつ。イエイ。イエイ。